拠点の外で銃声してんな。なんかいつも騒がしいんだよな。あれ、あんな拠点なかったぞ。ああ、拠点の上から撃ってんだ、あれ。二人組とか三人組っすね。てかマジでこの拠点、なかったぞ。いつできた？めちゃくちゃ銃声してるんすけど、まあ、今回はスクラップを集めつつ、自分の拠点も少し強化しようかなと思います。スクラップだけ抜かれてる。多分前哨基地近辺が荒れてるだけで、ん？一発しか当たってないな。武器持ちかもしんないんだけど、まあ、仮に持ってたとしても SMG かな。いや、がっつり引いてるな。あれ？いなくなんの早くない？たげってる？白クマ。気のせいか。あれ？あいつどこ行った？死んだってことはないもんな。まあ多分前哨基地近辺が騒がしいだけで、その他落ち着いてると思うんだよな。なんかさっきからクマがずっとダッシュしてんだけど。道沿いの箱湧いてないな。ウォータートリートメント付近は取られてるかも。ということで一気にパラボラぐらいまで行っちゃおうかな。まあ多分この辺で接敵することはないでしょ。え、撃たれてるわ。あいつだよな。え？ちょっと待って、絶対当たってないって今の。やばいだろ。絶対今の当たってない。うわぁ、でももしかしたら追いかけてくるかもしれないなぁ。てか、この辺まで敵いるのか。一応パラボラ見えてきたけど、なんかパラボラだと捕まりそうな気がするんで、下水施設まで行っちゃおうかな。まあ多分追いかけては来てないっすね。うわ、でも待てよ。殴るもんねえな。どうしよう。白石見つけたら取りたいけど、あれ、雪原って落ちてたっけ？あ、ツールボックスがあるな。これで殴るもん出てほしい。出たー。まあ、わざわざね、こっちまで来たんで、回らせてほしいけど。モニュメントパズルは行かれてないっぽいかな、これ。うわ、アスレチックも全脇だ。先下あさるか。まあでも確かにな、雪原のこんな僻地に、誰も来んし、サプライシグナル出た。とりあえず登って、5箱開けれるのはうまい。白熊お前邪魔。たげられたし。え？先回りしてきたんやけど。人間の知能あるやん。え、なんだ今。この裏に湧いてたよな。もうええてお前。フューズ入れて。変化。うわ、タゲってきそう、これ。え？ちょ、もうだるいって。こっちから出ようかな。やば。もう、マジでしつけえって、こいつ。メリーゴーランド、メリーゴーランド。よし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 。湧いてるね。
青のキーカード取って、布なくなっちゃったからズボン分解、あ、これ分解しようかな。いろいろ分解できるものをしていこう。分解終了、スクラップ305。で、常勤あんまり拠点にないんで、持って帰りたいっすね。いやーでもなー、こっから自分の拠点結構遠いからな。出まして。あ、バキ直し？このままピンに向かってまっすぐ帰れば、たどり着くっちゃ着くんだけど、帰れるかどうかだな。まあ、ここまでは雪原だから帰ってこれるとして、こっからっすね。ウォータートリートメントから全焼基地まで帰れるか。え？なんかカルデラみたいになってんだけど。こんな急な斜面だったっけ？マジで、こっからが勝負です。え？すごい木の拠点ができてる。燃やしに行きたいな。なんでお前そこで止まるん？もっと向こう行け。全焼基地が見えてきたんだけど、そうだよな。こっからが勝負なんだよな。銃声が怖すぎる。よし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 。全焼基地に到着。案外でかいな。まあ、サプライシグナルは投げないかもしんないけど。奔放レイドも結構近いぞ。無事帰宅。ジャックハンマーで資材集めていきましょう。え？いや、撃ちたいけどこれ、全焼基地に投げられるな。うわぁ、殺すべきだったか、あいつ。で、多分上の方に石がいっぱい湧いてるんで、上の方行きたいんだけど、多分梱包レイドしてたのもこの上なんだよな。まあ、行ってみるか。叩いていきましょう。この拠点も気になってたんだよな。燃やしがいがある。あれ、あんまり石湧いてないのか、これ。え？マジで近いぞ。ロストしたくないけど邪魔しに行ってみようかな。あそこだ。どうしような、この辺にちょっと捨てていくか。しかも風化拠点っぽいのあるんだけど。近っ。ラグい、ラグい、ラグい。足音結構するぞ。いそう。あれ？どういうこと？爆発物持ってないんだけど。作って貼って作って貼ってしてんのか、これ。一回アイテム置きに帰ったらまた魚振りに来てみようかな。で、この風化は？抜かれただけか。ちゃんと風化っぽいけど。まあ、微妙だな。で、捨てた資材を回収しようかな。多分だけど、梱包爆薬もう一枚作りに帰ると思う。それか、自分がもう一枚持ってきてもいいけど。なんか、壁の耐久だいぶ減ってたんで、扉抜きじゃなくて、壁抜きしてる。梱包一枚と火炎瓶持って、行ってみよう。うわぁ、道沿いに敵いるなぁ。あれもやりたいけど。
無事帰宅。火炎瓶をクラフト、梱包1枚持っていきましょう。まだ夜になるなよ。てか、この崖を登んなきゃいけないのか。これ登れる？めっちゃ登るのだるいじゃん。もしかしたらいけるかもしれん。あ、いけたいけたいけた。わ、なんか走ってんなぁ。まあ、でも原人か、あれ。先に殺しといた方がいい気もしてきた。あ、戦い合ってるわ。もしかしたら新しい漁夫が来たかもしんないですね。あれ、でも今の銃声何？多分結構いい武器持ってんぞ。漁夫った後かな、これ。敵の気配ないけどな。あ、ここだ。あ、リモース。うわ、でも絶対これ漁夫来るな。建築系持ってこればよかった。やばい。落ち着くまでちょ、一回閉めるか。いや、普通にうめえぞ、これ。しかも、レベル3ベンチ。うわ、誰か来た。来た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 、漁夫が来た。まあ、最悪、これで叩いて出ればいいんで。で、今のうちに金属片焼くか。あ、入ってんじゃん。扉作れるわ。え、ならどうしようかな、これ。もうめちゃくちゃ安全なタイミングで、内側から叩いて、外出るのありだし。まあ、ここをね、壊してもありだし。まあでもな、タンス取られるとなったら埋められちゃうんだよな。まあ、両開きも作れるっちゃ作れるね。いや、どうしよう。宝具棚燃やして置いちゃうのもありだけど、木材がないもんな。宝具棚置けないんだよな。いや、タンスの位置が悪いな。そういうことで扉つけちゃいましょう。よし。で、まあ、出るんだったら、ここをぶち壊して、こっから出るって感じかな。まあ、ここも扉あるし。まあ、多分今出ようと思ったら外に敵がいるんでね。寝袋だけ置いておこう。え？なんか投げてきたぞ。さすがにそれじゃ壊せないよ。まあ、だからさっき俺が漁夫ったやつがいるって感じかな。まあ、あいつだったら全然大丈夫だな。怯える必要もないかも。てか、なんなら俺勝負しちゃおうかな、一回。めっちゃピロピロ鳴らしてる。今のうちかもしれん。よし、これで大丈夫だ。いや、なんとなくだけど今のうちに持って帰ればいい気がしてきた。いや、また来たんだけど、マジか。急いで持って帰ればよかったな。風力発電機もこれ欲しいね。次殺して原人だったらゴーしよう。アサルト？え、同じやつだよな、これ。え？眩しすぎる。
これはやばい。上にいるな。お、倒したぞ。死体どこ？今のうちに持って帰れるか、これ。てか、一回俺これで持って帰ろうかな。AK だけでも持って帰りてえわ。なんなんこの展開、もうマジよくわからんわ。でもこの辺がめちゃくちゃ怖いからな。まあでもぶっちゃけワークベンチレベル3だけでも持って帰りたかったな。耐久がなかったとしても、あれ修理してやっぱ置きたいんでね。何？やめてよ、もう。無事帰宅。とりあえず AK と、まあ、これ持ってたトンプソン。で、セミライゲット。先ほどの拠点で湧きました。持って帰りたいと思います。武器がないんだけどな。で、装備もこの辺来たら寒さすごい出ちゃうんで、なんか作ろうかな。あ、やべ、俺注射器刺したのに、寒さで回復できてねえわ。何やってんだ。ということで、運搬しちゃいたいと思います。いるかなぁ。いなかった。いて。まあ、ということで、レイドの漁夫は一応成功したと思います。持って帰れればだけど。こんだけ明るくなってきたら、つけてもいいかな。まあ、レイドの邪魔したプラス、漁夫が来たのも一応さばけて。まあ、そいつはセミライだったけど。まあ、ロストすることなく、一応武器とかは回収できましたね。で、まさかの、邪魔した人間がアサルトライフル持ってるっていう。まあでも箱だけちゃんと開けていこうかな。ラグ。え？炸裂レイド始まったぞ。これまたこれ邪魔行けってことか。まあさっきのトンプソンで邪魔行ってみるか。とりあえず無事帰宅。炸裂の音しなくなりましたね。レイド止まったか。タンスを壊してたのかな。行ってみるか。多分やってたのこの辺だと思うんで。これか。いや違うか。あれ？ちゃうか。わかんないな。急にこの近辺静かになり始めましたね。ということで、いらなくなった部品系とかを分解しに行こうかな。え？また始まったんだけど。ちょい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 。なんでさっきの段階でやってくれねえんだよ。え？マジで地形。え？拠点の中でやってんの？あ、扉開いた。逃げよう。がっつりレイドっていうわけではなさそうっすね。まあ、屋上から見てんな。無事帰宅。
サンキューライフルゲット。今回集まった分と、まあ、もともと拠点にあった分で今スクラップがね990あります。とりあえずワークベンチレベル3を修理しよう。スクラップは250取られて、上質な金属20、金属片200か。リペア。これで、スクラップ1000ぐらい浮きましたね。で、余ってるスクラップで技術ツリーを進めましょう。ロケットランチャーの筒と高速弾。まあ、とりあえずこの拠点に外壁はまだ巻かないと思うんで、レベル3ベンチを置いちゃおうかな。足音すんな。2ベンチ取って、かまどが邪魔で置けなそう。3ベンチを設置。ということで、今回でまたさらにね、武器が潤いました。で、本当はね、今回で拠点の強化をしようと思ってたんですけど、まあ、なかなか進めることができなかったんで、また近いうちにね、この拠点も強化したいなと思います。